可愛いから許してくれんのアイライン長いほんまにいつもとあんま変わらんで髪の毛隠しとこお疲れありがとうやっほ お前が見わらかした普通にケープかけすぎたアイラインいいですかありがとうございます可愛い,い可能性少しだけかいモバメモバメね見たよあんまり早く来るとずっと待ってたみたいでいいよ早く来て二回も送ってるし <laughs> 食べ物がたくさん可愛い,いしてるよ メールもありがとう !HP え ?MP <laughs> お疲れありがとうメールはごめんねつかぶりだね思ったこんばんにゃ12セーフの目 <laughs> みんなのたまってたおにぎりとパンが たくさんギフトが今日めっちゃ釣り目みたいポップコーン15の公演終わったったんだけどな12外れたんですかね <laughs> みんなお仕事終わったかなピカピカー お仕事終わりましたか頑張ったねえほんま釣り目大丈夫めっちゃな昨日は寝れなくてウィ終わったんだね昨日は見れなくて枕に涙で濡らしました絶対うじゃんいつもと雰囲気違うえなんでえいつもと一緒なんだけどえマジ一緒メイクとか変えてな変えてない本当に変えてない アイラインアイライラン確かにちょっとなんか長いかも今日のかけらんか落ち込んでそう落ち込んでないよあなんか違うほんまに <laughs> 昨日はに12時前に寝れて幸せ <laughs> 見た笑顔変えんそれレッタヘア間に合ってるありがとう髪の,毛 <laughs> も髪の毛もさそんなさ 何にもっていったらあれだけどあのレイヤーレイヤー内巻きにしたちょっとだけだけえであの今日今神奈川にいるんですよおばあちゃんの家にいておばあちゃんの家にいてハイライトはいいんですよ <laughs> あそうキラキラついてます今日も寝れそうやな色汚いよなやばいよなごめんななんかもうなんか緑 <laughs> 九州出張新神戸はか限れない気ではないけど <laughs> いいねだって兵庫だもんねでもごめんね兵庫にいないから一緒の空気じゃなかった 今日昨日の夜に神奈川に来て昨日15分配信じゃんその後に神奈川に来ておばあちゃんちにそう実家お母さんの実家に帰ってきてで今からお母さんが東京にいるから行きます <laughs> で明日兵庫に帰って 衣替えしないとだから最近暑くなってきて服取りに帰ってで兵庫で一泊してで名古屋にもう一回帰ってくるっていう <laughs> 実家かなんかおおそうなんだ一緒だね空気新小二200日ほど待ってたのに新小に住んでるからでしょそれ200日待ってるって <laughs> 立ち見のカメラマンさんの前後ろそう移動がね大変なの食パン 忙しいんですよマジでマジ忙しくてえ別になんか今日も神奈川で一泊もう一泊しようと思ってあのピンク持ってこようかな <laughs> <laughs> 頑張ってください出た <laughs> 出たよ一と言コメントえそれで「あお疲れありがとう」 人実質限らになるってことかえそうだよ兵庫の人っていうか限らず結婚でしょだから実質限らない親しみるとめ,めっちゃ移動してる <laughs> いやそれなお神手よりいいねえお土産なんて読むのそれ神奈川名物兵庫名物かなちゃんと思ってコメントして <laughs> それな <laughs> いつも人とたーとか言って。 小林写真なんだっけ今月ちょっと覚えてないけど。兵庫あれえ、なんで <laughs> 兵庫よくな <laughs> なんで大阪隣じゃん。あ、かまぼこか。え、かまぼこどっち神奈川神奈川かな神奈川かな京都で迷子。え、京都ってさ、なんか形が一緒やねんな。大阪の方が高い。あ、でも。 アンパマミュージアムあるよどう神戸にはあハーバーいいねあの神奈川ね小田原名物なんだ秋葉原のシュウマイいいねけど衣替えするからそうお土産は買いませんねダベとか言うの言わないねいとこは言ってるいとこは唇色な いどこにでもあれ何か釣れなかったアンパンマンで釣れなかったゴザソロでええやんゴザソロってどこ名物なのあれってどこでも悪くない <laughs> 小田原城行ったことない電車でしか通ったことなくて桜の時期今の時期の小田原城がめっちゃ綺麗っていうのは知ってるけど行ったことないですね ビスカーえ、ないっすね、ないっすそれおもろいにューないわない福岡あ、福岡ね。キッザニアもあるし。ご飯美おいしいしい。アンパンミュージアムね、いっぱいあるよ。アンパンミュージアム。<laughs> アンパンミュージアムやばい。間に合ってよかった。ごめんね。え、ゴスそろえ、兵庫 <laughs> なんだ。知らなかった。ビスカートクッキー。え、クッキーなんだ。なんか、なんか、ステーキみたいな名前だ。 ゴズ揃って姫路なんだ。へえ知らなかった。へえあお花が配信始まったよ。<laughs> フォローしてるしちゃっかり。ジャムおじさんのパン何気にこう高ね。え、そうなんだ。ね、アンパンミュージアムのパンね。高いらしいね。花のいってらっしゃい。バイバイ。コ後コハンも始まりましたよ。バーシャード10番館。 何それデモ味へえ兵庫にも城ってあるのあるよあるよイメージ上あるじゃん <laughs> あれさ世界記録みたいなやつだよねな,なんかなんだっけなんだっけねあるじゃん昨 <laughs> 日の配信終わったゴがちゃん行くあそうなの俺いっの京都と大阪行くのに兵庫来ないの おかしいよねそれ行った方がいいでしょ当たり前だけど <laughs> 大阪止まりかよあそう世界遺産だどんどん値上げえそうなんだ値上げするんだ世界遺産世界遺産なんですよね姫路兵庫だよゴリネギ兵庫超えて広島えなんで超えないで止まって踏みとどまってくれ 今日は眠いし早寝よ寝ちゃうのもう15分だけって書いてるのに寝ちゃうんですか二十八日を行くえなんで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 来るのなんで来るのってなんか自分の庭みたいな言い方 <laughs> ねひょうご旅行のしおり作ってくれたらいいかひょうごなんもないからな一泊ぐらい 日帰り兵庫は日帰りでも全然いいと思うしか兵庫は来なくていいと思う <laughs> 何もない <laughs> 最近行ってない兵庫通過したことないないんだ兵庫と岡山の違いがいまいちいや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 兵庫と岡山は全然違うからえ岡山にさなんか日本一大きい駄菓子屋さんみたいなのあるよね友達みんな行ってるのに行ったことなくて行きたいんだよねずっとずっと行きたくて けどね。行ったことないんだよね。今日も何もないんだよね、本当に。じゃ、行かない。<laughs> 地元ね。いや、でも、まあ、まあ、まあ、あるっちゃあるけど。おでん。美味しい、ね。姫路なんだ。なんか、大体姫路だね。でも、なんか、あれ的には神戸の方がいろいろある気がするけど。姫路より。姫路城綺麗だよね、白くて。兵庫県民怒られる。 <laughs> それな一応兵庫県民だけど自分も日本一大きな駄菓子屋さんえ駄菓子はねあれだけどなんか種類が多いらしい分かんないけどえ駄菓子屋さんあるよねあそうそうなんか岡山岡山だよねあれ和歌山じゃなくて、うん、分かんない分 <laughs> かんない <laughs> 駄菓子屋さんあるよね赤羽しか行ったことないああでもあ,あそこにいいねなんだっけ あの島島島,島淡路島淡路島淡路島いいんじゃないかな淡路島いいよね淡路島いいんじゃない淡路島今からだだるいな電車乗るの大きな駄菓子売ってるわけやないあっ違うよ種類が多いらしいなんかあの普通駄菓子屋さんってさなんかおばあちゃんが あの道の角でやってますみたいな小学校の近くでやってますみたいな感じじゃんだけどじゃなくてなんか大きい建物みたいなあ先生こんばんはこんばんはにぎりあ玉ねぎね有名だねたまねぎ甘い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 淡路島行こうって続けて行くのやめたいよね行った方がいい淡路島淡路島マジ楽しい楽しいっていうかいい あ本当にでっかい倉庫なのそそうそう入らんといいいいね岡山いいよあのなんかなんか怖い怖いっていうかなんかあのなんだっけ長スパみたいな怖さじゃなくてそう竹田城えあの黙々になるところだっけなんか天気がいい日ならでもそんなにでかい駄菓子屋あってもねいいじゃん夢じゃんでっかい駄菓子屋さんとか夢じゃない <laughs> <laughs> 行きれい,そうそうそういな配信ありがとうこちらこそ入ってくれてありがとう玉ねぎ UFO キャッチャーえある気がするんだけどえなんかさあのー、なんだっけえっとねあのー、パーキングエリアとかあそう古くて壊れそうな方の怖い いやそう自転車空中自転車みたいなうんかいうんかいそう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 あ美術館もあるんだっけ美術館なんかおは岡山美術館あるよねいやそれな,なんか地元のこと話さなきゃダメなのに岡山の話してるんだけどカレーせんべい10枚くらい食べたいえ十10枚入り買,っ買いなあるよ <laughs> 日本一大きい駄菓子屋さん行かなくてもあるよきっと <laughs> スーパーに売ってるよねあの駄菓子屋さんじゃなくてもカレーせんべいって言って辛くないでもあ岡山マスカットなんだそうなんだ岡山でも行ったことないほぼ行ったことないんだよね知ったことないのあ139日ありがとう 明日140日だねやばいね。明日た140日だ。時間うん。じゃあ50分になったら終わる <laughs>。じゃあ51分になったら終わるね。51分。十一分でいいか。辛いよね、カレーせんべいって。甘口がいい。甘口カレーせんべいがいい。53分。なんで 53? 微妙だな。<laughs> 気をつけておやすみかきおやすみあと1分 <laughs> あと1分あるであと一分あるからラーメンとかも辛いのは食べないね食べないあと1分です50分そこなんとか <laughs> みんなごめんね みんな月曜日とか火曜日って一番さ仕事しんどい時じゃん週の始まりってなのにごめんねレナが少ししか元気づけられてあげなられなくて <laughs> 自分に自信持ちすぎで死ぬんだけど <laughs> ごめんねでもいっぱい寝れると思って <laughs> 大丈夫ですかあ ああ11時までだね大丈夫だびっくりした10時かと思った <laughs> あれなちゃん見れたからお元気ですか <laughs> 子供レ連 <laughs> 今日は子供レ連なの10時まで10時以内だから気をつけてありがとうみんなが頑張ってるのにごめんねちょっとしか配信できなくて言うつなく頑張ります <laughs> ごめんね本当にごめんね 本,本めちゃくちゃるし。お風呂入って。ねえ、月曜日とか火曜日ってしんどいよね。頑張ってね、明日も。でもさ、ね待って、みんなさ、なんか、今日さ、の朝メールさ、届いたのになんでさ、喜んでくれると思った朝時間なかったから。みんな朝にちゃんと見た朝メール。睡眠たくさんとって。他の女の子見ないで。見ないで。<laughs> <laughs> 見ないであもうお布団入ってるいいねいいいい,ねいいリズムですねいいリズムですここに来てコメントしてたのンニャンにばれてしまったばれてましたそうあの子ね案外怖いからね気をつけてね <laughs> 気をつけてね朝メるル今の日今見ましたさっき見ました昼ごろはやめてくれない痩せてない太ったかも 体重乗ってない乗ってみるわまたまた乗って痩せたか太ったか言います仕事始まってたから見たの夕方ねえなんで <laughs> なんでよね朝にちゃんと見たおいいねありがとういいですね今日のメール全く読んでないあ見てよみんなのこと頑張らせようと思って書いたのにメールは届くのに嬉しいいつ来るとか気にしてないけどね 最後まで読んでないの最後まで読んでそこ飯やばいえ今日さ雨降ってるのにくしゃみがやばくて「迷路送ったよ何個も今日笑われで時数稼いでないよ」<laughs> なんで死ぬ死ぬだけ体調が良くなったあっツッコミ変身したなんか今日画面が明るいな電気のせいかな仕事終わってテンション持ち上がっても。 なんよ確かにね仕事が終わった時点でテンション高いからね12時半はみ出しないで、ね、<laughs> いやそれだお腹気をつけよう見られるとね多分これも YO には見てるはず見てないでしょわ <laughs> かんないに、ね、YO 配信してないからこっそり見てるかもしれない案外見てるんですよねあの人 <laughs> みたいな記憶あるねーみんな他か見ないで,で釣り目すぎてやばいよね今日アイライン下に落とせばよかった こうやって人工垂れ見しとこ左だけ <laughs>。両手使えない <laughs>。12日、フフフ、怖い <laughs>。来るんだね <laughs>。はい、お時間です。メールのことコメントしてない飛んだわ。え、ごめんね。見てなかった。うん。ごめん。アディショナルタイムすぎた。アイライン。 アイライランね跳ね上げの方がいいの案外さレナってつり目でアイライン跳ね上げてもなんかみんな許してくれるんだよねでもこんぐらいの垂れ目の方が垂れ目の方が可愛くないどう垂れ目分かんないどうだろう、うん、多そうなんで十二多そうなんだけどなんでだろうけどみんな振ってくれるって言ってないから。 ね頭から飛んじゃった焦る方おかしくなってんじゃん <laughs> おもろいねほら左だけ <laughs> え風やばい家揺れたここここここ,ここ揺れました揺れて起きた震度3ぐらい揺れた怖かったもん普通に早くこいてもほうがハートク的でそれな え釣り目星になるのいいじゃんね。猫目って言わは猫目。猫目ですね。その人に会う合わない。エレナはなんか釣り目が嫌で、アイラインをこうやってね、垂らしてたの。先っちょをこうやって、一時期。けどなんか、あの目がもうもともと釣り目じゃん。だから、アイラインの垂れ目の引き方がむずく、むずすぎて。そう、むずくて。今日風邪やばい。えー、会いたい。 会いたい、ね、会いたねね会会に来て、ね、<laughs> 会おうねそうでだからあの例えばアイラインこうやるじゃんで引いたらシュンってこうこうなるのなっちゃうからだから普通に引いたらそうだから意識しなくてももうヒュって目の形的にねなっちゃうのあはいすいませんねちょっとごめんね15分だけとか言ってなんかつり目の話しちゃって。<laughs> の。ってことでありがとうみんな <laughs> ありがとうごめんねみんな毎日頑張ってくれてるのに配信短くてごめんねごめんねいつもありがとうの配信てくれてメール送るねメールたくさんあメール今日めっちゃ送るわえめっちゃ送っていいえめっちゃ送るねじゃめっちゃ送るわとりあえず今日11時までだからはいってことで バイバイ。じゃあね、みんな。みんな明日もお仕事頑張ってね。ね、他の女の子のところ行かないでね。レナのことだけ考えて。さっさと寝てね。<laughs> さっさと寝るんだよ。みんな。さっさと寝てね。バイバーイ。おやすみ。おやすみ。あ、今来た。ごめんね。ごめんね。おやすみ。 行かないで、みんな、行かないでね、本当に。はーい、<laughs> 先生 <laughs>。先生も行かないでね、みんな行かないでね、他の女の子のところ。シーネックストいるじゃん。じゃあねー、みんなお休み、毎日頑張って偉いね。おやすみ、バイバーイ。バイバイ、おやすみ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 、バイバーイ。 拜拜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 。